昔ある女の子がお城に住んでいました。名前はエリカ。実はとても可愛い犬を飼っているのです。その犬はこんな感じです。そして名前はイブ。イブ、ご飯の時間よ。エリカ、うん、イブはここ。イブ、ご飯の時間よ。お食事の時間ですよ。いいよ、お手伝いさん。今行くところよ、エリカ。さて、エリカとイブがもうすぐに食事。お母様、お父様、お姉様もお兄様待っていたの？エリカ。もちろんです。アスカ姫。ユーキ、アスカ、パパ、ママ、エリカの席。テレン。朝ごはんは何を頼みますか？チュリンチュリン。アスカ姫が決まったようです。早速ロンが聞きに行きます。イブ君の餌、ローズ2つと私はいつものお願い。はい、わかりました。ロン、すぐ作ります。今、ロンとお城一番の主婦、ルミで、イブ君のローズを作ります。出来上がり、2人。いつもの、チョコ味、クリーム味。お待たせしました。いただきます。ごちそうさま。明日は遊園地に行こう。うん。家族でね、エリカ。今日は私の部屋で寝ようね、イブ、エリカ。うん、アスカ姫、エリカの部屋。おはよう、ワン。おはよう。ごきげんよう、アスカ姫。やあ、ユウキ。お母さん、ヒザ。おはよう。お父さん、マット国王。おはよう。全員揃ったし、さあ遊園地に行きましょう。イエイイエイ。おうおう。テントウムシジェットコースター、キャー。なんでもカップ、アハハ。リンゴバイキング、わー。ワンダー観覧車、高い。こうやって楽しい日は続いて、だけどある日、1、2、3、4、5、6、7、イブは年を取り死にかけちゃいました。ヒクヒクファン、ヒクヒク。君を忘れないよ、君を忘れないよ、ワンワン。エリカはイブを助けようと必死でした。ある日、エリカは死んでしまった犬を生き返させれる本を読み探すことにしました。パパやママにも相談し、いいよって言ってくれたので行くことにした。エリカ、メスワニ、オスワニ、キャンディーの家まじ崖、そしてこれが、薬。まずは橋を渡らなければなりません。次はキャンディーの家。魔女に見つからずに、写真、出口、入り口、魔女、窓、クモの巣、そして崖、クモ。やっと魔法の薬を手に入れました。そしてイブに飲ませると、チューチュー、はいはい、チューチュー、なんと生き返りました。これからもよろしくね、ワン。パタパタパタ、おしまい。これ書いたよ、すごいね、自信作。、うん、最高です。ありがとうございます。